Kumano City is in the southernmost end of Mie Prefecture. It has many World Heritage sites and is also the origin of many Japanese Shinto gods. The faces of the people of Kumano City are always smiling and friendly. のおじいちゃんとおばあちゃんが住む町、三重県熊野市。私たちのことを町の人はおかえりって迎えてくれます。そんな熊野市が僕たちは大好きです。100年も昔の人と同じ道を歩いているってすごい素敵。僕は松本峠のお地蔵さんが大好きだな。私は観音道も好き。道沿いの観音様に手を合わせると心が軽くなるの。でも何百年も前の道が今も残ってるってすごくない？300年近くビクともしてないんで。昔の人はすごいっていうのはこれを歩くごとに、それと少なくとも2種類の石畳の種類があるって、それを一箇所の峠で体験できるっていうかな。それで松本峠は面白いです。秋の丸山千枚田もすごいな。1340枚もの棚田でお米を作るのって大変じゃないですか？78歳になります。腰が痛いけどね。そやけどこう仲間がね、いいもんでこの人仕事できます。すごいすごい、みんなで綱引きしてるよ。あの大きな岩と綱引きしてるみたい。あの岩は花の岩屋って言って特別な岩なのよ。そうですね、ここの あの大きな岩が、イザナミ様の、ご神体になっています。花の岩屋はあの大きな岩そのものがご神体なの。古事記に出てくるイザナミ様を祀るすごい神様なのよ。しかも日本一古い神社と言われているんだって。日本書紀に習って1年に2回こうして綱をかける神事が行われるわ。頑張って。自然そのものを神様として信じるってすごく素敵なことだと思う。だって人間は自然にはかなわないもの。熊野の人はそれを知っているからみんな優しいんだと思うな。うん、そうだね。ここではいつも自然の神様に見守られてるような感じがする。
熊野市にはまだまだすごいスポットがいっぱいあるのよ。そうね、とてもワクワクする素敵なお祭りよね。熊野市でしか取れないものがあるの知ってる？何何？教えて。それはナチ黒石。囲碁に使う黒石や高級な硯に使われる有名な石よ。へえ、すごいな。熊野市の自然が生み出して熊野市の職人さんが作っているの。石を掘り出すところからこうして一つ一つ碁石の大きさにくり抜くまで熊野市の人たちが頑張ってるんだよ。熊野市は祭りも自然も食べ物も全部大好きだけど、一番大好きなのは優しくてあったかい熊野の人たち。僕も本町通りの駄菓子屋さんのおばちゃんと友達だもん。はい、ありがとう。おじいちゃん、おばあちゃん、そして熊野市の皆さん、いつもあったかく迎えてくれてありがとう。また帰ってくるからね。Picture perfect world.